げえな、あんまりひどかったな。そんなね、火力もらんでいいや。ドドド三兄弟やるんかというぐらいの殴る専門装備や。それ超会心1しかついてへんしな。会心いくら 100% あったって超会心1やし。いやー、慣れてないのもあるけど、その生存スキルやったら私も3オツするわ。そら体力増強3ぐらいはつけんと。
る間に装備変えてほしいんやけどな。何にも変わらんな。変えへんのやったら違うやつ行こうか。変えようとしてんのかな。してなさそう。私笛吹きじゃなくて操縦コン使いやけど、メインとしてはこの装備で7なんかいかへんわ。7がどうとか言う前に自分の生存スキルがついてないから、 7の対処とかの以前の問題やこれ。3音ずするわ。私でも体力増強3と回避距離3と回避性能2と熱ダメージ1とひるみ軽減とそれぐらいはつけてるで、攻撃もついてるし耐熱の装備もあるし、攻撃の護石をあの火のあの耐火の護石にそんなあったっけしようかなっていうぐらい、ちょっと非耐性16しかないけど30ぐらいまで欲しいかなと思うぐらいの。私の場合つけすぎやから火力がだいぶ落ちてるけどね。猫さんもあれやろ、風圧と防御と4-4ついてるもんな。私の風圧完全無効を吹くから、まあ、私と一緒に行ってバフが切れてなければ風圧外しても大丈夫やけど、いい体勢1 33やろ、ほらそれぐらいなあ、ね、猫さんも猫さんのあれや非耐性が一番強いわ。うん、20じゃ心もとないけど30超えてたら熱ダメージ完全無効まではいらんような気がするな。ほとんどダメージがこんだけ対策してたら体力増強3もついてるし、こんだけやって攻撃4もついてるし、それからするとこのあ変えた変えた変えた、ラースさんちょっと変えた。ちょっと変えて耐震率は落としたくないと。体力増強は意地でももらへん気やな。熱ダメージ向こうはマムの足でつけた。通撃の護石も外したくない。なるほど、不動の装備をあの耐熱の装備に変えてほしいな。操縦コンはもうあれやわ、弱点部位に手数入れなしゃあないから、回心率がどうとか攻撃力がどうとかいう以前の問題やね。性能はいらんかな。範囲が広いから一
回コロンと回避して避けても投げ払われて結局食らうんだ。赤いよ、赤いよ、いるかい？ついてんの？また結構直線的やから回避で避けれんねんけど、7は直線じゃなくてあれやわ、範囲攻撃がきついから回避で避けれるあれが少なくて結構食らうから、もう食らって耐えれるようにしとかんと体力増強だから欲しいぜ。イビル城やったら体力増強持ってやれるんやけど、イビル城持っていくと今度風圧完全無効吹かれへんからな。でスタミナ消費軽減吹けるから、この笛は総中魂とか双剣はあの競争薬やったっけ、あれみたいなのがつくからありがたいはずなんやけど、体力増強持ってくれへんのやったらイビル城担がないかになってしまう。カイザー三分上達人口なるほど、会心を発生させたいんやな。要するに達人ゲート、やってみるか。準備できたら猫さんに貼ってもらうか。そしたら入れて、野良がオツを稼いでしまうとやばい。どうせ攻撃もつまんと来るんやろな、野良やったら。回復忙しいで、増強3つけてもらって、根性を食事で乗せてもらって、それでいて保険もついてどうかなぐらいの感じかな。
痛なるやん。私でも2音3音するから、そら音がいかんとは言わんけど、ソロでやるんやったらともかく、マルチでやるんやったら持ってこいよ、いるスキルは。スタイルの違いとかやなし、しんどるんだから現実舐めてんのか。
四つか。大事に行きゃ勝てるやろ。当たった、
テオやったかナナやったか水がだいぶ効くはずな。じゃなくて氷やなこいつ。水の弓であの青い炎消えるんやったら水でもよかったけど、水1やな。氷3に対して爆破が2、竜も2、氷だけが3やな。宝石宝石。とりあえず勝てたか。ネルギガンテ行きましょうとはよう言わんな。でも体力増強積んでくれへんのやったら、積んでもワンパンやけどな。回避距離に回避性能1戦闘生き残らへんかったもんな。ソロでやるんやったら。